やるぜ、ドラクエ。ってことで、2年前に失踪した、ドラクエモッドシリーズやるよ。そんなこと強調しなくていいの。今回はお友達とマルチで遊ぶからシリーズの終わりが確約されてるんすよ。お友達？え、いたんだ。いるわ。人が集まるまで資源集めでもするべ。おや？よう、何してんだ？めっちゃラグい。まあまあ集まってきたな。何人いるの？特に決まってないけど、最大で10人ちょっとくらい。何やってんだこいつら。ラグって動けない人によってたかって何してんだか。あ、そうだ。あ、そうだ、じゃないが。さてと、あと数人で全員集まるな。僕が何もしなくても集合会場が作られている。楽だね。なんだてめえ。こいつ地面掘ってきたぞ。まあ、彼なりのコミュニケーションだろうね。ってことでドラクエモッドマルチプレイ、やっていこうと思います。落ち着きがないなぁ。導きの書配布します。導きの書、王様は？そんなものはねえ。時代は本で就職ですよ。最初になれる職はこんな感じ。割と分かれてるね。俺らクワテロしてるやつ。なんてやつだ。ピッピッピうるせえ。ああもうめちゃくちゃだよ。これだけ働く人がいれば、一人くらいニートしてもバレへんか。おい引きこもりニート働け。勝手に引きこもりまで追加すんな。ま、ニートはすねかじりにて最強なんで、ガシガシかじっていこうと思います。うわぁ、ただのクズだ。よっしゃ、とりあえずレオル君とパーチー組むぜ。ドラクエモッドって最初何すればいいの？確かドラクエモッド専用ディメンションがあるから。まずはそこに行くための素材集めかな。ネザーに行くのと同じ感じでゲートを作るらしいね。お、モッチーさんもパーティーに入ってきた。ゲートを作るための素材はゾンビとかから手に入るから、昼間は暇だね。拠点でも置いとくべ。あ、未来さんもパーティーに入ってきた。これでフルパか。おお、ベッドついてんのか。ええやん。このベッド金取りやがる。ぼったくりやろ。宿屋みたいなものか。10ゴールドで全回復なら美味しいやん。夜になったらみんなが素材を集めてくれたので、さっさと専用ディメンションに行きましょうかね。火種も専用のものが必要なのね。うん。何やってんだあれ。モンスター図鑑投げつけてるんすよ。その飛ばしてるの、僕には見えてないぞ。やってみるべ。このゴリラ図鑑に載ってねえぞ。レオル君も図鑑対象外だぞ。人に投げつけるものじゃないんだよな。あうるせえ。ゲート作ります。なんか大きさ違くね。違うよな。マイクライアップか。横幅を間違えるガバ。これでええやろ。着火。よっしゃー、行くぜ行くぜ行くぜ。これでようやくドラクエモッドが始まるんだな。さあ行くか。お、ここが D1 世界ですか。いつもの世界とは雰囲気が違うね。割と E1 だな。まずは周辺探索と拠点整備かな。うん、あいつダイナミック位置ずれ起こして空飛んでやがる。水の上歩いてるやつもいるぞ。ま、ディメンション移動の弊害ですかね。パーティーも組めたことだし、僕もちょっと探索してみますかね。あ、見つかった。ほら、連打ハメ攻撃を食らえ。ずっと僕のターン、ドロー。マイクラの戦闘ってこうなるよな。おや、初戦闘でペットができるとは、幸先がいいね。ペットがどれくらい強いのかは知らないけど、仲間にしない理由はないぜ。へへへ。うおっと敵か。軍隊ガニとか硬そうな見た目してんなこいつ。直前で未来さんやられてるし、強そうだね。攻撃が通らない？こいつむちゃくちゃ硬いぞ。ペットのモモンジャは攻撃してくれないの？ペットの本があって、それで設定してあげないと働かないよ。こんなところにもニートが、仲間になって初手で何もしないムーブは信頼失うよ。一緒に戦ってもそこまで活躍しなさそうだけどな。硬かった。そしてレベルが上がった。敵が強いし、拠点作るべ。施設生成って便利だな。聖地にも使えるし便利だよな。でも無理やり地形切り裂いたから整備しないと不便だなこれ。ほりほり。
おきおき。拠点整備飽きた。僕も探索するぜ。拠点整備してただけだけど、割とレベル上がってるんだね。パーティー全員で経験値分散するから、ヒモプレイができるんですなこれが。それでいいのか。僧侶がいるから回復も飛んでくるし、最高だな。周辺は全部誰かが探索済みだったぜ。お、素足が地下掘りしようとしてる。みんな10レベ超えてきて、食料の特技とか使ってるけど、この遊び人とかいう食料なんもねえ。そりゃあそうだよ、遊んでるだけのやつが何かできると思うな。不遇だな。ニートに人権はないんですか？ないよ。ま、いいか。遊び心、極めていこうと思います。これは畑かな？おい。馬の糞か牛の糞持ってねえか。ちょっとだけならあるぞ。土とクラフトして畑にして。ほう、そうやって作るのか。モンスターからも畑のブロックはドロップするらしいね。ってことはこれだけじゃ足りなくね。まあ、やってれば集まるか。そんで持ってる薬草を焼くと、種が手に入るわけだな。序盤はこうやって薬草を増やすんだね。知識の共有ができるのはマルチの強みだよな。遅刻した奴がやってきたぞ。とりあえず導きの書読めよ。いやもう読んだんやけど。あ、そうなの？どうも、戦士です。じゃあパーティーのベルってのがあるだろ？ああ、あるねー。それクラフトすると番号が変わるから、パーティー4番においで。できたぜ。でどうするんだ。それ持って、空中向いて、シフト右クリック。真上を向く必要はないんじゃないかな。ユニークなやつだ。お、死にかけが入ってきたぞ。どうも、戦士、あれ、もうおるやん。まあまあ、とりあえず薬草でも食べろよ。お、あざーす。いただきまーす。あ、なんかレベルアップしたんやけど。レベルアップで回復したな。ま、もらったものは俺のものなんで。美味しい。こいつ食いやがった。じゃまあ、適当に遊んでてくれ。僕は拠点整備の続きでもしてますかね。お。なんとなくこの世界の石のレシピを見てみたら、建材になりそうなブロックが出てきたぞ。丸石と焼き石にもできるのは覚えておいた方が良さげだね。とりあえず石集めてくるか。ほりほり。さて、何番の町ブロックを使うかな。いろいろあって悩むねー。こういう時は何も言わずに番号だけを聞くんすよ。なあレオル君、1から16だったら何がいいと思うよ。え、なんすか急に。いいからいいから。じゃあ7で。こいつ迷わず人の嫌いな数字言いやがった。まあ7だな、いいだろう。この真っ赤なブロックを使って拠点整備をするのか、いい予感はしないね。このブロックを選んだのは僕じゃないから、どうなろうと責任をなすりつけられるわけだ。これお前が選んだ色だからな。ってね。クソ野郎だな。とりあえずゲートと拠点までの道をつなげるべ。石が足りない。お、いいねー。これで作れるぞ。カーペットの追加もされて、道としては十分だろ。これさ、こうやってやったら、結婚式場のあれっぽくね。どういうことだってばよ。モッチーさんちょっと歩いてみて。ああ。なるほどねー。偶然合流したスヤー氏のタイミングが完璧すぎる。さてと、整備の続きでもしますか。やっぱり水と面してたらこういうの作りたくなるよな。こんなもんでいいか。雑だな。形だけ作っておけば誰かが改良してくれるだろ。釣りでもしてるかー。お、お犬様なんか面白そうな装備してんな。探索してたら見つけた。それなんて装備？スライム装備だってさ。見たまんまだな。僕もなんかお宝欲しいな。お家でニートしてるやつがお宝なんかもらえるわけないだろ。そろそろ出かけるか。自然生成されたダンジョンを見つけたらしいから、遊びに来たよ。ダンジョンというか、広場みたいな場所だね。うお、こいつら強いぞ。装備とステータスが貧弱なせいでくっそ辛い。これだけで死にかけたらまともな戦闘なんてできそうにないね。そう、回復薬がいないのである。ダメだこのパーティー、全員が脳に筋肉詰め込んでやがる。頭の悪いパーティー構成だ。ほう、どうやら真ん中にダンジョンへと繋がる穴があるらしいぞ。あれかな？初ダンジョンだね。いて。
いてぇ。どうなってんだ畜生。ダンジョンに食らえただで入場させろ。こいつらくっそ面倒だな。あ。よし、無事にダンジョン入場できたぞ。完全に足滑らせてたんだよな。なんかもうすでにダンジョン内が整備されてるんだけども。モッチーさんがレベリングしてる。一体どんなダンジョンだったんだ。お、敵だ。こいつ硬いぞ。うお。いってぇ、あかん死ぬー。やべえ、逃げろ逃げろ。戦略的撤退、俺の勝ち？負けてんだよな。うっさい生きてや勝ちなんだよ。こっからどうしよう。あっそうだ。モッチーさん助けてー。なんだこのクソニートは？うるせえ力なき者は強者の影に隠れてないんだ。さてと、安全になったところで、帰る方法でも探すかな。このチェスト何も入ってないじゃん。暇だな。そやレベリングの場所に来て逃げてばっかじゃそうよ。だって敵倒せないんだもん。行くか？よっしゃやるぜやるぜやるぜ。遊び人だってほんま、待って無理ですごめんなさい許して。許してって言ってんだろ？うっへぇ、こいつめっちゃ強いんだけど、逃げるぜ。逃げんな。はぁ、あ、はぁ、あ。俺の勝ち。負けたんだよ。貧弱すげんか？だってあいつに攻撃してもゼロって出るじゃん。大丈夫。1って出るなら倒せるから。あ、そっか。よし、攻略完了。遊び人が遊ばずにダンジョンとか無理だな。適材適所、OK。肉焼けてんじゃん。うまうま。